今回のイギリスアメリカ合作のスパイコメディ映画。コロンビア映画の制作。ピーター・セラーズ、ウルス・ラ・アンドレス、デビッド・ニー・ブンタ、オールスター・キャストの大作コメディで、新人時代のジャクリーン・ビセットも出演していることで知られる。作品は、イアン・フレミングの同名の小説で1953年に出版された、カジノ・ロワイヤルを原作とする007シリーズの パロディで、オーソン・ウェルズが悪役のルシフル役で、出演、007を名乗る人物と戦う、ストーリー展開である。1955年、まだ、アメリカでは、無名のボンド小説のシリーズ一作目の映画化権を、グレゴリー・ラトフが6000ドルで取得。しかし、ラトフは、本作を映画化することなく1960年に、高い、その後、権利は、 ハリウッドの重役であるチャールズ・ケイフェルドマンの手に渡り、ハワード・ホークス監督、リー・ブラケット脚本、ケイリー・グラント主演のシリーズを立ち上げる際、主演候補にしたが、グラントの年齢も、去ることながら、低予算の都合もあり、大スターのグラントを起用することはできなかった。で、映画化を試みるが、失敗。その後、イオンプロのシリーズが、世界的に、大成功したことから、 カジノロワイヤルを正式なボンドシリーズにしようとした。イオンプロとユナイテッドアーティストも合作の可能性を模索していたが、最終的に交渉は決裂した。交渉決裂後、フェルドマンはショーン・コネリーと接触、出演交渉をするが、当時のコネリーは半年に一回は、ボンド以外の役をやることで気分転換を図っていたため、 連続して、ボンドを演じることに拒否反応を示し、このオファーを断る。これらの交渉不成立の結果、フェルドマンは、コロンビア映画と契約し、本家007シリーズと当時世界中を、席巻していた、スパイ映画を茶化した壮大なパロディ映画にすることに、方針転換し、イオンプロのシリーズでも行われていない、超オールスターの作品にすることを決意、ボンド役に、 フレミングの友人で、ボンドのモデルの一人とされていたデビッド・ニーブンを迎え、隠居久しいロー・ボンド教という設定にした。作品公開時のニーブンは57歳、一方のコメリーは37歳で、当然、激しいアクションシーンは存在しない。もっとも、ロジャー・ムーアが、最後にボンドを演じた、007。 美しき獲物たちの公開時のムーアの年齢は58歳で2015年現在でも最高齢のボンドである。ロー・ボンド卿は本作では前面に立たず、ピーター・セラーズを筆頭に多くのスターたちがボンドの影武者となって画面を賑わせ、敵とスタッフと観客を混乱させる。本作はこれが本物と言わんばかりにデビッド・ニブン・ジェームズ・ボンドであることを強調したため、 今日でもボンドのモデルは、ニーブンだと固く信じているものも多いが、ニーブンはあくまでもモデルの一人に過ぎず、外見上のボンドのモデルは、ピアニストのホーギー・カーマイケルである。さらに言えば、原作、最後の作品である、黄金の銃を持つ、男のボンドのモデルはまさしく、ショーン・コメリーその人である。また予告編等で出演するスターたちを紹介する。 旅に、ナレーションが発した、イズ・ジェームズ・ボンドという歌い文句が、流行し、ユナイトも、霊霊の名は二度死ぬのポスターに、ショーン・コネリー・イズ・ジェームズ・ボンドと歌ったものの、当時プロデューサーとの関係が悪化し、契約延長の意思がなく、交番を表明していた、コネリーの激輪に触れた。これに慌てたユナイト側は、ショーン・コネリー・アズ・ジェームズ・ボンドに訂正させるという、場外戦も展開した。 0 0七は二度死ぬより二ヶ月だけ早く公開された。この1967年版は、イオンプロ以外によって制作された二つのジェームズ・ボンド、映画のうち最初の作品である。全体的に明らかなパロディであり、当時の一般的なボンド像を随所でからかっている。ジャクリーン・ビセットが演じた役名は、黄金銃を持つ男の、 グッドナイトがグッド地図と茶化され、ロシアより愛を込めてで、クロンスティーンを演じた、シェイバルや、ドクターノーのウルス・ラアンドレスが出演し、金粉美女の大騒ぎ、ドクターノーならぬドクターノーアが、最近テロを計画するなど、他の零霊なの作品からのアイデアも盛り込まれたが、配給が、MGM コロンビア映画へ移ったので、本作品は正式なジェームズ・ボンド映画作品としては、考えられていない。 一方で、バートバカラックによる音楽が素晴らしいこと、当時の豪華な俳優たちが数多く出ていること、にもかかわらず内容は、脈絡のない乱縮騒ぎを繰り広げること、などから1960年代のカオスな雰囲気が近年再評価され、オースティン・パワーズシリーズなどにも影響を与えている。引退して、屋敷に陰性する往年の名スパイ、ジェームズ・ボンド卿を、 イギリス秘密情報部長官の M と CIA、KGB、フランス情報部の幹部が訪ねてきた。各国の情報部員が次々に行方不明になったため、復帰を要請するためであったが、ジェームズ・日はこれを断る。だが、その直後彼の屋敷が何者かの攻撃を受けて、破壊され、M も死亡してしまった。M に代わって情報部のトップについた、ジェームズ・京は、 敵を混乱させるため、すべての情報部員に、ジェームズ・ボンドと名乗らせることにする。その一人である、ジェームズ・京都またハリトの娘、またボンドは、母も学んだ東ベルリンのスパイ学校に入学するが、そこで、謎の組織スメル氏のカンブル・シフルが、使い込んだ、組織の金の穴埋めのために計画した秘密オークションに、遭遇し、妨害に成功した。 窮地に陥ったルシフルは、カジノロワイヤルで、イカサマーギャンブルをして金を稼ごうとする。ジェームズ・卿は、バカラの名手イブリント・レンブルをスカウトしており、彼もまた、ジェームズ・ボンドを名乗ってルシフルと勝負することになった。やがて、スメルシのボスであるドクター・ノアの正体と、彼のバカバカしい目的が、明らかになり、最後の対決である、オード・タバタ活撃が展開する。 ありがとうございます。